ジャニーズメンバーの意外なコンプレックスを紹介します。今をときめくアイドルたちはどんなことを気にしているのでしょうか。二宮和也、嵐。二宮さんは顔がコンプレックスだったと言います。二宮さんはもっと若い頃やる気がなかったり眠そうな顔してたんだってと語っています。そんなこんなで有吉弘行さんから付けられたあだ名は早退だったそうです。松本潤、嵐。松本さんは自分の顔がコンプレックスだと言います。あまり自分で鏡見るの好きじゃない、岡田将生みたいな顔が好きなんですよ、爽やかな感じが好き、ああいう顔になりたいと語っています。桜井翔、嵐。親指がまっすぐ。大倉忠義、関ジャニ∞。大倉さんのコンプレックスはお尻だそうです。大倉さんはみんなちっちゃいからさ、俺だけ大きいなってと恥ずかしそうに語っています。そこでメンバーが大倉さんのお尻を触ると恥ずかしい恥ずかしいと照れていました。安田翔太、関ジャニ∞。安田さんのコンプレックスは身長だそうです。メンバーが揃った時に背が他のメンバーより低いと語っています。小さな頃から身長が低いことがずっとコンプレックスとなっていたそうで、子供の頃はそれをネタにからかわれたりバカにされたりしたことがあったようです。自身もこれに悩み、怪しい通信販売の背が伸びる器具をこっそり購入しては使って背を伸ばそうとしてみたり、ミルクが身長を伸ばすのにいいと聞けばミルクばかりを毎日飲み続けたり、ぶら下がり健康器などの噂を聞いては鉄棒にぶら下がりブラブラして背を伸ばそうとしたこともあったようです。亀梨和也、カトゥーン。亀梨さんはコンプレックスを聞かれてめちゃくちゃあります、顔もそうだしとコメントしています。さらに左目がでかいとかと具体的に伝え、前髪が左目にかかっている髪型についてはコンプレックスの目をごまかしていると語っています。山田涼介、平成ジャンプ。山田さんは身長が低いんですよ、164しかと身長にコンプレックスがあるそう。山田さんは冷蔵庫の上に投げて乗っけたものが取れなくなっちゃってと、冷蔵庫の上のカゴに入っているココアパウダーが取れずバーってかぶっちゃってと明かし、その時に俺はいつ結婚できるんだろうなって、大丈夫なのかなって不安になりましたと、もっと身長が欲しいと口にしていました。玉森裕太、キスマイフット2。玉森さんはどんな能力が欲しいかと聞かれると、飛べるのも魅力的、あとかっこよく走れる能力と答えています。さらに走り方がコンプレックスなのでと打ち明けました。さらにテンションが高くなる能力、不愛想って思われがちなのでとも語っています。松島ソン、セクシーゾーン。松島さんはラジオで、皆さんは自分の体のコンプレックスがあるところはどこですかという質問が届くと、お尻薄いんだよねと答えています。横から見た時のシルエットあるじゃん、女の子ではないしシルエットとかはぶっちゃけどうでもいいんだけど、もうちょっと欲しい。なんかスーツ着た時になんか品がないと、お尻が薄くてスーツが似合わないと悩みを打ち明けました。平野翔、キング&プリンス。平野さんは声がすごいコンプレックスでめちゃくちゃハスキーなんですよと語っています。平野さんは、僕がショックだったのは改めて番組を見させていただいて、僕ってこんなに声しゃがれてたんだって再確認してとショックだったと言います。さらに平野さんは、大体初対面の方に酒焼けひどいねとかすごい言われると、自身の声へのコンプレックスを切々と熱弁していました。向井康二、スノーマン。向井さんは高い声にコンプレックスがあり、初めて会った人にお前アホやなと言われることを告白しています。また向井さんは声の他にもう一つ鼻というコンプレックスがあることを明かしています。自分の鼻について、僕お山になってるんですよ、ここがもう嫌なんですよねと語っています。向井さんは昔お菓子とかハインのビー玉とかどうなどと言われていたと言います。そして最も大きいもので500円玉が入ったと明かしています。大橋和也、なにわ男子。大橋さんは生きていて常に思っていることは、
自分の顔に自信がない、だから常に軽く落ち込んでいる状態なんだそうです。本人曰く、特に顎を気にしているようで、身長が止まったら顎が伸び始めた、顔の半分は顎など自虐をしています。以上、ジャニーズメンバーの意外なコンプレックスでした。最後までご視聴ありがとうございます。